はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。今月はチューリップとグリーンを使ったアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。こう長細い器に刺していくんですけれども、まあ、そういう器は、まあ、口の部分がね少しこう小さくてこうフォームがうまくこう刺せないみたいな、まあ、形状した器とかありますよね。そういう器にこうより簡単にねアレンジメントを作る方法というかテクニックなんかも覚えておいてください。割とねこう覚えておくだけで、そのやり方を覚えておくだけで、後々そういう直面、そういう場面に直面した時に役立つことがありますので、ぜひね頭の片隅にでも置いといていただければと思います。それではですね、早速ねアレンジメントを制作していきましょう。まずは花材紹介からいきましょう。どうぞ。では花材紹介をしていきます。こちらがチューリップのスーパーパロットです。はい、こちらがダリアですね。はい、こちらがミントになります。はい、こちらがバーゼリアですね。で、これがシンフォリカリファスのワインレッドですね。はい、でこちらがリキューソーです。そしてこちらがスモークグラスの葉っぱです。はい、それではこれからアレンジメントを始めていきます。こういう器、今回はですこういう器にですねアレンジをしていくんですが、まあ、こういう器ってこうフォームをねここに入れにくいですよね。かといってこう投げ入れではこうきちんとねお花を止めることがなかなかできません。なのでそういう場合にですね、まあ、こういうねこれブーケなんか使うホルダー、ブーケホルダーですけれども、こういうホルダーを使っていくと割と手軽にアレンジメントを作ることができます。このホルダーをこの上にポコッとねこう乗せてあげればもう簡単にアレンジを刺すことができますね。でここにねフォームセットしちゃうと変な話オアシスがこうフォームが、ね、落ちて中に入って取れなくなったりしてしまいますけれども、こういうホルダーですとねそういう心配がありません。なのでこのままこのホルダーに挿してアレンジを完成させてしまいましょう。なんか吸水するときも意外とねこのホルダーだけポコッと取れば吸水してまた戻せたりするんで割と簡単です。まあ、これも一つのテクニックとしてね、覚えておいてください。ではこちらにアレンジメントを挿していきます。これからアレンジメントを始めていきます。まずはねこのチューリップですね、チューリップを挿していきます。このようにホルダーを使うとね簡単に下に垂らすこともできますので、こういう特性をねよく覚えておいてください。こちらでチューリップが挿し終わりました。それではですね次にミントとですねブルーバードをですね入れていきます。こちらミントとブルーバードですね、こちらを入れていきます。はい、これでミントとブルーバードが入れ終わりました。そしたら次にですねこのダリアを入れていきます。はい、これでダリアが入れ終わりました。次にバーゼリアと
シンフォリカリホスをアレンジに入れていきます。はい、バーゼリアとシンフォリカリホスが入れ終わりました。次にですね、このリキュウソウですね、リキュウソウをアレンジに入れていきます。はい、リキュウソウが入れ終わりました。その次にですね、このスモークグラスの葉っぱですね、こちらを入れてアレンジメントを完成とします。はい、最後にですね、スモークグラスの葉っぱを入れて完成しました。こういうね、葉っぱの流れがですね、すごい重要になってきます。何気なこう小さい葉っぱでもね、葉っぱの流れって重要になってきますので、よく覚えておいてください。ではですね、アレンジメントに寄ってみましょう。チューリップとグリーンのアレンジメント、いかがだったでしょうか。このね、色、白とグリーンですね、白とグリーン系の、ね、少しこうワイン系なんかの色が入ったこの色合いってね、すごく素敵ですよね。インテリアにも合わせやすいし、ものすごく清楚な感じもしますし、いろんな、ね、用途に合わせてお使いいただけるアレンジメントではないかと思います。今後もね、このフラワー TV ではですね、このような素敵なアレンジメントをどんどん紹介していきます。またこの How to do なんではですね、こういろんなね、今回のこのテクニックですね、まあ今回はああいう器にですね、ちょっと生けにくい器にお花を刺す、入れる、アレンジするテクニックを皆様にお教えしましたが、まあこのようなね、こう物を使ったテクニックもあり、お花を加工するテクニックもあり、いろんなテクニックを毎月こうどんどん紹介していきたいと思います。それではですね、今月のアレンジメントをこれで終了したいと思います。そしてこのフラワー TV ではですね、皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしていただくか、スマホの方は右上か左上、どちらかにですね、チャンネル登録というボタンがございますので、そちらをクリックしてください。それではですね、また来月お会いしましょう。 See you next time!